はい、では本日2組目いきましょう。りょうたさん連戦ということで、2組目はまちまいとの対決となります。まちまい対りょうたです。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ、2組目。まちまい対りょうたです。英雄対決となります。さあ S 側が OD からギリギリ 2BEA まで決めてくる。さあ直側をこちらも決めていきますが、ブルーナのディレイにいかがる。ノーキャンですが、ラジビーカウンターで止まった。結果オーライですね。さあいつものコンボかな。置き攻めは回避。オーディさあいろいろあった。なんと強気のタッチへ振ってきたぞ。これはジャンクまで通りますね。一方選手したのはまちまい。さあ、ヤーの強化版が入ってそのままコンボに入る。ジャンビー、さあここまで生かしていた。ここは 75% 使ってきれいに倒しきります。さすがのコンボ判断。さあガキャン OD からバグステル下がる。おっと一気でかい。おかっこいい、かっこいいっすね今の。ボールスの勝利限定でしょうね。さあ前の攻めはうまくいなしているが、ちょっと長めのダッシュに A が引っかかって、集団はしっかり割り込む。さあ熱波に 6B からおかわりして、これね、さあコンボはミスるが、山ガード。さあここは動いたところに当たる。さあ投げを通して OD から、どうでしょうかねこれ。ああ、そこでミスるんかいみたいな。さあこれはどうだ OD。 いきない。これは綺麗に決まりました。さあ接戦ですが初戦ミスを逃しませんでした。まずは両対戦。
My Natsume. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. 자, 第2 세미 です. 強気な勝利をお願いしますね。さあ強化モルドレッドはね直撃してもダメということで、ここでどこに何か放ってしまいました。終わりじゃんし、コンボは見せる。西大君お互いガード、あっと膝カウンターから、 さあ、よろけ回復したいのもいた。Cが強引いった。よくあの空だけ抜けられるな。あ、そう。さあ、バリガリしのいでく投げ。素晴らしいです。超冷静。一方フィニッシュしたのは S。 あ、これはうまいぞ。拾って、6ペン、下段は当たるが、まあ必要経費というダメージか。ここはうまいぞ。前側もしっかり対応してくる。中段 は、コンボには乗らなかったんですけども、ダッシュ投げは通ってしまう。11でファイナルラウンド。バックステに前が当たるが、立ち火あまりにバスト投げ抜ける。 さあ、ジャンシーが背中に当たって1位でかいから壁コンになる。戻して、これはバルティーかかったか。わお。さあ、お互い対空が冴える。投げ抜ける。さあ、投げ抜けても一応ボールですがね、消えるんで。 直撃してますね。しっかりダメージを直撃してプレッシャー与えてくる。どうだこれは、残りますね。タクに行く、シエ。さあ、シャガパン出しなきゃバッテンつく。 さあ、ディレイ姫よりもしっかりガード。さあ、実施。いやー、いい勝負するな。両対エスが3勝。マイ・ナツメ。 おっと、ランクアップマジ来たか。さあ、新チャレンジです。あ、わあ、あの指導そうそうないもんな。わかんないですね。さあ、勝利で切り返す。 さあ、これは裏回りぐらいになったが、なんかそこで止まった。落ちてください。投げて、ここはしっかりボールから
火力を伸ばしてきます。さあスズラン返していくが、現在リードしてるのは S 側、勝利はガード。これはおうまい、うまくブルーの追加もきれいにかわしてジャンピーカウンターからコンボ入れる。さあただ今のは 100% 肯定も良かった気がするんですが、投げさあしっかり倒していきます。タチビータンクで一本先取したのは前。投げ抜けるのは早い、投げ抜けるの早い、2人とも。さあこれでも投げは通る。さあ必要な投げに切り替えてきましたね。苦し飛んでいしみたいな。わおわお、上りジャンシー両剣あり通すが、今の表からか分かりづらいですね。上流さあこれはやらしいですね。いやらしいヤーがガウェインが止めきました。戦闘続行します。レベル3アクション、アサッド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 。上り中段ガードしたが、上り中段ガードしてもこのクレストからのね攻め系とか続くのがやっぱり非常に強いところですわ。さあヤーして、まあブルーの直側しても何も起きないのもねいやらしいところですね。でも2段目直側最初に最速で暴れればもしかしたらあれが届く技があればですけどね。さあジャンシーがノーマルヒットではありますが、立ちくらいに対して立ち A からコンボ。さあスズランの締めが入りづらい、このキャラ遅い。つなげ、さあこの弾幕をくぐるのが容易ではない。そして出しに B がやはりこのちょっとね攻めあぐねると、この逆にガンダッシュ 2B がね通りますよね。対し 6B が飛んでくるわけなんですけども、このダッシュ 2B か、あ、シーンおめでとうございます。さあ英雄対決、ここで段位は分かれましたが、現在04、このままいくのか。第5戦目、自体空からバッシー危ない。これは空中ヒットなんで拾えちゃいますね。さあバースト使っていく、下段、投げ抜ける、知恵、ガンダスタチエがカウンターしている。投げ暴れかなんかかな、わかんないけど
さあ、一歩目にしたのは S。 レベル2アクション。予測でなさせつな、そこだね。で、オッケー。アサッピーだもらった。結果これで、セクセン、ハミリレッツ、アミ。さあ、これは挟まれましたね。惜しいカウンターから運びつつ4300。さあ、普通に空中出しジャンシーですか。これが一周回って通りますね。空投げしているのは S 側。さあ、オリギアジャンへ出してきます。あーっと、これは表なのかわからないですね。表の下段もう、しかもさらに OD まで使って確実に倒し切っていく。さあ、1-1でファイナルラウンド。これ、あっと、ここでヤーが通ってしまう。さあ、マイクルシうまっ。さあ、これはうまく拾ったぞ。落として、これは C 側の結果、ゴーストの方にコンボが当たる。青いが移動権あり、ここで通しますね。あ、あー、うまいこと拾ってたぞ。うん、さあ、超判断良かったんですが、クラゲン。さあ、最後はアストラル。いやー、惜しいですね。町前対両対 S は0-5で、両対 S の勝利となりました。与田さんはもう2連続お疲れ様でした。